石燕の章、勇士たちの凱歌。なんか終わりっぽいあれやな。まだあるよな。ベルグリーズ伯率いる帝国軍を救援すべく、うん、ミルディン大橋を落としたエーデルガルト、はい、降伏せしめたグロスタール伯を代替わりさせると再度の恭順を誓わせ先を急ぐ。しかしクロードも黙って手をこまねいていたわけではない。ちゃんとクロードと戦ってるよな。同盟の力を結集し鉄壁の包囲陣を敷いて待ち構えていたのだった。まあ攻めのエーデルガルトと守りのクロードみたいな。グロスタール家は結局下っちまったか。うん、仕方がないとはいえ寂しいもんだな。けど俺もその間手をこまねいていたわけじゃない。何してたん。筒抜けやけど。帝国軍を叩く。ええの。包囲中のベルグリーズ伯も諦めるしかない。そのために同盟側も最高の布陣で臨むべくお前たちに集まってもらったわけだ。誰。最高の布陣って何ですか。全く恥ずかしい。リシテア。ああおったな。クラスの人のか。あ、でも人数は揃ってるよ。ヒルダってあれよな、ツインテールやったよな。ああ昔のヒルシクラッセが半分以上いるな。ラファエルな。お役に立てるか分かりません。マリアンヌな。お願いします。まあちょっと覚えてるわ。いやみんなよく来てくれた。残念ながら何人かは敵方にいるが。こっちで言うとローレンツとあれか、イグナーツぐらいか。イグナーツもローレンツ君と一緒に帝国に着いちまったんだよな。うん、みんな仲間になろうぜ。もうその申し訳ないですが、コーデリア家はすでに帝国に恭順の意を示しています。リシテア。コーデリア家。私は両親に無理を言ってここに来ましたが。あ、そうなんや。この戦いの結果遺憾では私はすぐに離れることになるでしょう。次はリシテアが仲間になるってことか。じゃあバリ短絡的やけど。気にしないでリシテアちゃん、お家の事情はそれぞれあるからね。あんま戦争の緊張感ないよね。はい、私の父もクーラーつけさせてもらいましたが、状況が悪くなればすぐに帰ってこいと言っていました。うーん、やれやれ、仕方ない話ではあるが同盟の結束はなんとやらだな。まあ同盟ってそんなもんっていう見方もあるしな。俺は最後まで戦うぞクロード君。ああ、いいやつっぽいなラファエルは。あ、でもマーヤが危ねえってなったらそうもいかねえか。妹か。いいんだ、集まってくれただけで十分さ。そしてこの一戦で勝負を決める。実はお前たち以外にも凄腕の助っ人を呼んであるんだ。入ってくれ。誰やろ。あ、ジェラルト傭兵団団長代行だ。ベレト、よろしく頼む。ジェラルト傭兵団はつい先日も王国領で帝国軍と戦ったらしくて、唯一ベレトがじゃあ敵になるルートなんかなこれ。アドラークラステは長いしたくない事情があったみたいで、たまたま同盟領に流れてきたところで接触できたってわけさ。こいつ強いからな。へえ、なんだか頼りになりそうな顔してるわね。雇われた以上必ず結果は出す、期待していてくれ。バリーなんかめっちゃクールやな。結果出しそう。ほんでああいうやつってムカつくけど、ムカつくけどって言ったあれか。軍議を始めるわ。惨めやな俺。偵察兵からの報告にあった通り、まあ、こっちもレベル30超えたしな。この先デアドラまでの間は厄介な状態になっているそうよ。小さな砦や進軍を妨げる柵や罠などがところどころに築かれています。うん、また小規模ながら兵も複数箇所に伏せられているようで、一直線に進軍というわけにはいかなくなりましたな。はあ、なるほどね。その手間取っていて間に合うのかしら。ギリギリの状況なんでしょう。そういえばなんか結構あれ飯がやばいっつってたっけ、食料が。数日くらいならベルグリーズ博の気合でなんとかなるんじゃない。そんな無茶な。よまいごとと言いたいところですが、
現状それに頼るしかありません。ヒューベルとか言うってことはだいぶギリギリやねんな。一応包囲の隙をついて食料を運び込もうと思いてはいるのですが、ヒューベルとの間難しく。おう、みんな辛いよね。大変な気持ちベルにはわかるよ。お前に何がわかるって言うねん。引きこもりにとって一番の敵は空腹だもん。なるほど、説得力。時間も惜しいのではないか。今すぐに行こう、救出に。同意するか。すぐに出ちまおう。助けられるのは俺たちだけなんだ。まあでも早い方がいいよな。そうと決まればこうしちゃいられねえ。そうとは決まってないけどな。みんな落ち着いて。流行ってはクロードの思うツボよ。できる限り安全を確保しつつ、できる限り迅速に。慎重派とその両立をしなくちゃいけませんね。いいとこ取りってことな。ええ、そのために今回の軍の編成なのだけれど。うん、どうしたん、なんか分けんの。あれ、あ、おう、 1,2,3,4,5,6 か。今回は6箇所な。まあでもこれやっていかなあかんのか。あ、何、どうしたん。なんか、物資、交換できる。はい、道具屋で購入できる試験パスの、お、種類が、おっ、やった、来た、これ熱いぞ。これ熱いぞ。待って、拡張可能な。まずじゃあ、ちょっと、あれ、こう、施設管理官、管理室。あれしたいな。施設のことなら、とりあえず訓練場じゃなくて、あ、で、訓練場で、そうね、上級試験の、上級をまず、どれや、これか。これできるようになれて、まずでも進めたいな、そう思うと。またご用がありましたら。待って、物資の回収も、あ、待って、交渉あったのかい。ありがとう、瞬足の人参。何それ、絶対ペトラちゃうやな。ほんで物資の回収、物資の、あ、でもそっか、まず拡張可能な、あれやっとこうか。施設のことなら生活区のお助けください。これかな、はい、ぐらいか、ぐらいかな。オッケー。じゃあ物資、物資管理官。物資は何？物資は軍の命。回収。大切に使いましょうね。まあこれでよしと。はい。何にでも必ず使える。まあこっからやな。じゃあ、とりあえずでも一回作戦やりたいかもな。こうなると。どうしたん？実は。ベル気づいちゃったんだけど、引き込まれる場所だったらずっと包囲されたままでも全然平気じゃないかなって。あ、でもご飯が食べられないですね。忘れてください。なんか言ったれよ、お前。ボケてんねんから。どうしようかな、とりあえず。誰も、遠乗り気分でもないしな。一回作戦やるか、このパートは。今、まあ、だって動画始まってまだ8分ぐらいやもんな。まあ、とりあえず進めようか。どの戦場に向かうんだ？あんまりレベル上げする必要もなさそうやしな。あ、また、おるな、あいつ。激闘の引きこもりが発生しました。外伝。外伝、帝国化劇団華麗なる一日が発生しました。外伝、特定の仲間にいるとストーリーの進行に応じて外伝が発生することがあります。外伝はマップ上の進行の前哨基地を選ぶと表示されます。ああ、なるほど、ここか。外伝選択へ、まあ後ででええかな。じゃあこれは、じゃあ、あ、とりあえずここ行こうか。うん、まずまあ肩慣らしというか、で後で外伝やるのもありかもな、こうなると。じゃあ勝利条件、プラススナイト、ブリストと、はい、撃破ね。じゃあもう一面でいこうか。これペトラちゃんじゃなくて魔法、あ、ペトラちゃんもレベル高いねんな、こうなると。あー、ローレンツレベル22か。ちょ、ローレンツ使ってみる。あー、でもなんかそっか、武器が足りんくなってくるのか。このバルダール使ってみよう。ちょっとバルダール気になってて、いい、これ D の、うん、武器あるもんな、うん、バルダールちょっと頑張ってくれや、お前。じゃあこれでいこうか。バルダール、俺、イエリッツァ、ガイデルガル、めっちゃ火力やけど、火力でしか、まあいや、もう火力とか考えてみても知らないやろ、ここで。じゃあ行こう。報酬分は働くさ、報酬分は働くさ。私たちの道、誰にも阻ませはしない。そう、俺たちなら勝てる。あ、ペガサスナイト、もうおるな。ペガスナイトの、はい、撤退開始。オッケー、じゃあ、
こいつはグラップラー、バキ。じゃあとりあえずイエリッタ先生一番遠いところの方がいいな。ここ。はい、イエリッタ先生。じゃあバルダール。バルザール、バルザエル。まだ慣れてないや、バルザールのこと俺は。お、92いいやん。ちょっと頼りになりたいな、バルザール。じゃあペガサスライトはエイリッタお願いします。このペガサスナイトはいいん俺やらんで、でもどっちみち討伐数稼がなあかんもんな。さあいいね、これいつも削れる前にな倒しちゃうっていうな あんねんな。オッケー、でもまとめそう、細切れい、しゃあこれは倒した、オッケー倒したね。じゃあとりあえず行こう。早っ。こいつやんな。え、どれ倒さなあかんの。倒さなあかんのあいつよな。でももう150か。早いな、そう思われると。あ、巻き込めてるわ。しゃあ、カジハテン、ペガサスナイト撃破。これはトリレーの兵長か。おお、何あれ。めっちゃ増えた。びっくりした。怖っ。制限でソシアルナイトラを撃破せよ。あいつらか、こいつらやんな、こいつらやんな多分。もうでも結構いってんじゃん。あかまだソシアルナイトラってこいつらやの。結構連続で、あいた、やったいけた。これはソシアルナイトやな。撃破成功、早かったね、早かったですね。オッケー、無双ゲージめっちゃいくやん、これで、ね、オッケー、バルザール撃破。だってこの間に、じゃバルザール、ごめん、バルザールちょっとイエリッツァ先生助けに行って。はい、なんか気のいい兄ちゃんやなお前。でじゃあエーデルちゃん適当にここを制圧しといてや。じゃあ、うん、いけるやろ、いて、あれそんな、あれ相性悪い、相性悪め、グラップラー仲間なのか。グラップラーってどういう意味なの。ほんでバキとか言ってたけど、そういえば意味知らんよな、なんか戦士みたいなことなんかな。おい、お願いします。まあでもこの細切れでだいぶまとめてやられてる。500倒してるけど問題ないよな、こういう戦闘今までの兆候から言うと。よっしゃー、さあ、ああアーマーナイト倒した。その格好で萌え声なんやっていう。おお、もう敵へ来たか。私の名をとどろかせます、フレントンゲン。じゃあもう行く、みんなで、みんなでっていうか、まあエーデルちゃんは何の意味があるかわからんけど制圧しといてもろて、イエリッター先生、バルザール、俺ここおんねやすでに。さあどうしよう、あーでももう結構ないなあれが。どうしよう、その身に刻んどけ。こいつ？こいつやんな、俺倒さなあかんの。どう？でももう結構なくなりそうやけどな、敵いろいろなものが。エーデルちゃんにあそこを制圧させとき意味果たしてあんのかっていう問題は。おお、でもイエリッタ先生なんか体力なくなってません？まあいいや、じゃあ使ってもろて。よし、終わった。早そのために気は抜けないな。うん、頑張ろう。さあステージクリア、これどうやろ、 S 行ったんかな、どう、 SSS、 オッケー、嬉しいね、ホースキラー、なんかやりやたら手に入るの。 MVP、 まあ俺やな。はい、33か。まあこの辺はでもまたホースキラーやるよな、牙に対抗するため、ホースキラー、ああ、
あれか、馬とか殺しやすいみたいなことか。おー、なるほどね。はい。武器 D か。なんか C とか A、あ、B とか A になってきたらさ、なんか耐久上げるのとか意味ある気するけど、また D とかの位置はな、あんまりないよな。さあ、1万5000。嬉しいね。じゃあまあ、セーブして、次行こうか。まあ5分ぐらいか、1回。で、武器やって、お？どうした？あ、そっか。一回やったらそうか。夢か。もう慣れてきたな、お前。そうか、最初のミッションやったら。敵動作には毎回呆れてしまうよ。半分は夢じゃないと理解しているよね。その半分の基準がようわからんねんけど。久々にここに来たと思ったら、ひどい言い草じゃないか。まあ確かにな、雑であったな。悪い。寝てたもんだから。なんか用か、ラルバ。どうしたん？用というか、警告を伝えたくてね。何か嫌な感覚があるんだ。焦燥のような。もしかしたら君にとって危険な存在が迫っているのかもしれない。ベレトのことかな。危険が思い当たる。まさか灰色の悪魔か。はあ、考えいいことで。前にも注意しろって言ってたよな。ああ、その可能性もある。灰色の悪魔か。また現れて戦うことになるんだろうか。なんでちょっと悲しそうな顔してんの。次こそ勝つ。なんか悲しそうな顔してんかった。勝たなきゃならない。なんで。お前にもらった力もそれなりに使いこなせるようになってきたしな。よかったよ。それなら期待できるかな。期待はしてくれんねや。ただ君が成長している一方で相手だって強くなっている可能性はある。いやでもそこそこレベル上げたよ、こっちも。君の夢だけじゃない、エーデルガルトの目指す未来にとっても、うん、大きな障害となってしまうことだけは避けなければならないだろう。まあ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 、力強くね。ああ、重要な仲間が撃たれるような事態は。そうやな、だからレベル上げ、だからレベル上げちゃうのもあんねんけどな。その息だ、君ならできるよ。何しろ君は僕の運命共同体。あす、なんだろう、それ忘れてた俺。君も言うようになったじゃないか。その通りだよ。なんか嬉しそうやね君。おう、ほんで次、まあここ行って、まあとりあえずこの辺もらっとこうか。高級な、ああやった、いいね、熟練兵。これであれか、待って、紋章学の謎の章、これでちょっと待ってな、上級のあれ解放できんじゃん。ちょっと残りちょっとそれやるかもしれん。上級パシュはパシュだって。あ、あるかも、熱い。上級職、あ、来たー、やったー。この辺も上げれんじゃん。クネスロット6か。うん。で、これが？うん。あ、値引きさすく。あ、値引きな、あ、レベルアップの値引きはいい。嬉しいな。じゃあ、あ、ちょっと訓練場行こうぜ。お越しください。あ、待って、さっきあれか。アイテム屋行こう、アイテム屋。道具屋。道具屋で上級試験パス買おう。多くの試験アイテム購入。揃えておりますよ。いいね、上級2000円。選ばれましたね。なんか在庫さん、まあ、参考買っとこうか、じゃあ。おお、5000円。高えぜ。高えぜ。で、待って、訓練兵、訓練兵、訓練兵、訓練教官、訓練教官。はい。待って、でもこれで、お金た、あ、お金というか、改めて、あれ、商人持ったから、ちょっと兵士獲得しよう。ソードマスター、やったー、変わった。ソードマスター、あれ二刀流じゃなくなるん。 C から B。 慣れるまで時間がかかるかもな。うん、まあ頑張ってこう。おし、お任せで、OK、 任せるわ。待って、スキル装着、スキルなんかあんの。えんちゃんこれで速さプラス2とか。二刀流はいらんのか。で個人スキルもうんそのままやな。装着スキルがあれなだけで。じゃあエーデルちゃんもこのフォートレスにしてもらおう。
おお、強そう。強そうやね。はい。で、ヒューベルって誰にしよう、あと、あげてんのは、まあでも、イエリッツァ先生は優先的にあげよう。強いし。パラディン。パラディンになってもらおう、じゃあ。おお。パラディンになった。強き者を求める。それだけだ。おお。おお。あと一人どうしようかな。フェルリなんてヒューベル。あー、そっか。こうなると、ドロテア、あ、ドロテアちゃんありやな。そうやな。ビショップ、ドロテアちゃんになしてもらおう。ドロテアちゃん、これで4人か、とりあえず。おい。B。うん。はい。かな？今んとこは。モンモニーか、もう、あれか、ビショップか。でももう上級試験パスがないから、とりあえずこれにして、訓練一回しとこう、じゃあ。待って、俺？じゃあ、マスターしてるな、ハピー。ハピーじゃなくて、エーデルちゃん、うん、フォートレス。アッシュももうすぐか。でも、今んとこもう、そやな。今あげた、この、1、2、エーデルちゃん、俺、イエリッツァ先生。うん。これこうがおったらいいから、で上げれるもんないから今これでいいや、うん、スロット空いてるけどこれはこれでよし。はい、うん、グレート、手応えがあったよ。おお、よかった。でもう一回、待って、じゃあアッシュと俺変えよう。俺と多分エーテルちゃん相性いいやろ。ほんで一応アッシュのとこマヌエラさんにしとこうか。マヌエラさんの方が上がりやすいやしな。ブリースとビショップやもんな。同じ系統やもんな。はい。オッケー。あ、間違えた。2まで行っちゃった。はい。あ、ちょっと待って、1。連続？待って、全部使い切る？あ、全部使い切っちゃった。まあいいや。うん。でもこれで星1になったらいいや。うん。この力。あ、でも訓練これもったいなかったかな。あ、でもまあプラスでできるかが、これからだ。あ、後ででよかったかもな。いい技を得た。ちょっともったいないことしたか俺。役に立たせなきゃ意味がねえ。おう、さあ、あー、まあもったいないことした気するけど、まあよしとしよう。兵士獲得もね。訓練を怠らず、ちょっとじゃあこれで試してみよう。友情だけやたら残ってる。作戦士官、まあ、あの神木浮かめるのは後ででいいや。どの戦場に向かうんだ。うん、でここ全部開けたな。開けたから、じゃあ上級試験パスのここ行こう。さあ、処理造形、ストリートの制圧。じゃあこれはちょっと新メンバーばっかで行こうか。ちょっと待って、バルダール、ごめん、どいといて。あ、バルダール、あ、そっか、でもそっか、もうちょい丁寧やればよかったな。ああ、バルタルのイグナーツとか、あげれるやつはまだおったんか。全然頭なかったわ。全然頭働いてなかったな、俺今。まあいいや、ベルダネッタ。どうしようかな。ドロテアちゃん。さあ、行きましょう。はい、じゃあ戦闘開始。次の報酬分は働くさ。さあ、どんな感じなんねやろ、モーション。ああ、なんか、あ、ちょっと遅なってる。あ、早い。俺たちなら勝てる。いや、そう思うだろう。誰に言ってんの？ソードマスター、こうなんのか。ちょっと動きが遅なったな。じゃあ、俺じゃあ目の前のここ行って、イエリッツァ先生一番遠いとこ、いつも通り。ここかな？あ、でもこっちでも行っか。あ、79、まあ80。ここで、ドロテアちゃん、じゃあ近くで制圧。ちょっとでもあいつ強いな。エーデルちゃん。エーデルちゃん、ここで。俺にこう行こうか、じゃあ。どう、このまままっすぐ行ったらええの？おう、またでもこれ、がっつり変わるんじゃん。おう、冒険、風な、ああ、でも、スキルは変わらんのか。さあ、風なぎ。レベ、ダメージ気にしたことなかったから、量。あんまり変わってんのか分からへん。どう？おう、また、まあ、あんまり変わってる感じせえへんけど。さあ、じゃあここはこれでよしとして制圧したよ。
さあ敵増援。俺どこを向かおう。じゃ あそっちはエーテルちゃんらに任せて。ああ、まあ動きはちょっと重なったな確かに。これはでもこれ早い、これ早いな、やると。さあどうしよう。あ、でもこれこっちでこうか、こっちでこうなんか。ブリガントめっちゃおるやん、敵めっちゃおるやん。ほんで無理しない方が良さそう。どうしたん、なんか苦戦ですか。苦戦してるっぽいね。まあいいや、頑張ってもらって。いや俺は奥行こう。うん、さあドロテ合わせやつをやるやん。うん、どうすんの。エッセンス伝令兵、伝令兵、何伝令兵、増援要請の進軍開始、伝令兵の捜索し撃破せ。分からへん伝令兵か。この辺検討し検討し。ちょっと待って、じゃあどうしよう、どうしよう。まあ、この辺来てもらって、ここかもしれんしな。どうしよう、どうしよう。これ拠点兵長全然ちゃうな。伝令兵、そっか、でも分からへんのか、分からへんな、絶対分からへんもんな。いや俺んとこ来て、ドロテアちゃん。なんでかって言わんけど、俺んとこ来て。はい、伝令兵。おう、伝令兵。あ、ちょっと待って、俺んとこに検討、俺が制圧したとこに検討兵来てる。ちょっと待って、じゃあエーテルちゃん、エーテルちゃん、予定通り行くわよ。アーチャーちゃん、これアーチャー、あれここやんな、このびっくりマークやな。伝令兵どこや。で、まあこれでええんやろうけど。さあ、まあこれで砦はそう仕留めて、ここはもう問題ないな。おう、俺は止められない。どこ行けばいい。てかあっちやな。いい働きだ。伝令兵どこ、ほんま。おお、なんかある、新しいあれ。ごめんドロテアちゃん、いやもうあそこ行ったから。伝令兵どこ、伝令兵どこ。でもこの辺よな、伝令兵到達間近か。ちょっと待って、俺が追いつく、俺が追いつく、なんとかしても、なん、あーれ、ちょっと待って、このままじゃ危ないわよね。砦で守って、任せてちょうだい。攻撃守らないと。伝令兵俺が追いつく、なんとしても。おった、おった、伝令兵。オッケー、ギリギリ。あ、誰、リーガン了承。なんか知らん人出てきたよ、知らん人やどうしよう。あー、でも俺が近いわ。あー、なんかリーガンさんなんか勝手に出てきて、なんか巻き込まれるのやめてくれません。そう、また腕を上げちまったか。でこれでどうしようかな。こんなものじゃないはず。でもさ、さあ伝令兵撃破に成功。よしよしよし。イエリッツァ先生何してんの、さっきから。ここか、暇してんのか。検討士ちょっとお願いします。まあもうちょっと時間かけて良さそうやなこれ。ああ、なんかもう出てきてんな。ほんでえってでもこれさ、もう倒しちゃうんちゃう。倒しちゃうで、リーガン倒しちゃったよ。あー、これ撃破数足りひんかもな。俺たちに月があったみたいだな。どうでしょう、なんか勝手に殺されに来てんけど、リーガンさん。どう、
C やっぱり少な C は少ないわ。もうちょっとゆっくりやらなあかんかったな。おい、じゃあ34レベルは上がるけど、はい、まあまあこんなもんやな。よしよしよし、まあお金は貯めることに越したことないからな。まあでもね、このぐらいかな。もうだってないやろ。にやった、はい、交流回数1で、うん、あと2個か。どうしたん？こんにちは。待って、はい、アンナの店に、よし行ける。アンナの店で上級パス買えたりするからな。おお、なんか誰やろ式あげるの。誰？イエリッタ先生にしとこうか。イエリッタ先生、はい、とじゃあマヌエラさん、大人コンビ式上昇。うん、よし。まあ武器は武器というかあれはありがたい。はい、よし、上級試験パスかけるさ。おお、ありがてえ、ありがてえ。ちょっと待てよ。じゃあ、そこあと32分か今。ちょっと微妙やけど、拡張しようか。じゃあ拡張、拡張、何やったっけ、施設管理か。で、施設のことなら何でも思う。戦術、これでなんか出てくる。おお、応急手当、嬉しいね。でこの辺もいけると。で生活区もここか。料理を振る舞う、メニュー増えるの嬉しい。メニュー増えるのいいね。またご用がありましたらお越しください。まあ一回じゃあここで切ろうか、この動画は。はい、てなわけでありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。